現在の時刻は11時49分、標高は604メートルです。また下るの、ここから。電柱材な、これ。これあかんな。前の作業服より前の空調服が良かった。ああ、しんどいわ。ああ、めっちゃスピード遅いの、これ。また下んの、これ、一気に。もうなんか、オネスビーとかでええのに。なんか腹に突っ込やるわ、これ。どうなってんねん。転倒するやばいやろ、電池。穴ぼこに落ちて、なんかいきなりここコントロールしての可能性がゼロでもない。怖い。まあ、ええか。だってこんなアホみたいにスピード40キロとか出すシチュエーションないやろ。最後あのサメトンネル越えるとこぐらいかな。足残っとったらな、電池は関係ない。電池なくなったら足もなくなるんで、確定ですね。なんか、リュックのバランスってか、なんか、右に寄ってくんね。バランス悪い。大丈夫。リュックの重みで、体重、バランス取りして、バシャンコ行って、落車。これ、ええ感じの森やね。おぉ。あ、行くやん。曇ってるから今日は灰が少なかったかな、曇りやから。景色悪いから。俺は別に景色眺めに来たわけで、林道走るのが目的。あとカレー食べに来た、カレー。カレー食べんの今週と思う。今回のカレーやっぱり中村、新宿中村屋のカレーが鉄板。この間なんかカルディの前まで美味しいって信じとったあのキャララチキンカレー、なんかコストダウンしたんですよね。なんか値段は高くなったけどあんま美味しくない、量も少ないし。180か150しないでも180とか150足りる思うとんのカレーだって。なバタバタして、なんか多分何やかんやねえへん、そんなことしかないやろ。なんか匂めへんわ、空気が匂めになってきたね。空気がワンコの家、なんかこうちょっと待ってて、お風呂解散の後っぽいけど何も書いてない。全然夏なんですけど、
きな風。現在の時刻は11時59分。